どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、エルザレットと申します。それではクリステールズやっていきたいと思います。さあ、やっとボス戦っぽいようなね雰囲気が出てきてるんで、ちゃちゃっと進めましょう。君か。Back again? また戻ってきたのか、時の賢者。今度は何の用だい？ゴブリンたちが農場を襲っているの。なんとかしなきゃ。マスティスが新たな力を貸してくれるって言ってるの。マティアスやね。マスティフって言うんだよな、どうしても。彼が？彼は正しいと思うよ。君の才能と私の訓練があれば、きっと数年後には。何年も？ゴブリンたちは今まさに襲撃してきてるのよ。我慢しろ。君は時の賢者だ。それらしく振る舞え。贋作尽き果てたんじゃ。他に手はない。彼女に剣を渡すんじゃ、ビルヘル。バカバカしい。この剣は初心者には強すぎる。負担が大きすぎる。それしかないんじゃ。わしらには無駄にしてる時間はない。よし。この子が君が思う通りの子なら、彼女は生き抜くかもしれない。気にしないわ、私はやる。結構だ。面白そうじゃないか。はあ。いや、結構シンプルに取れたな。やったじゃないか。さらに面白くなってきた。剣、ものすごい力。私を通して動いてるものを感じる。間に合った。急げ、クリスベル。ゴブリンたちじゃ。だけど、マザースペリオールや友達、みんなを守らなきゃいけない。行け。彼女たちのことは私が見ておくから、大聖堂で会おう。そこなら安全だ。さあ、行け。ありがとう、ウィルヘルム。あ、でここにつながるんだ。敵が町に到着しようとしているわ。よし、剣を手に入れた。君の力が強化されたぞ。これから君は敵や未来や過去に顔を送ることができる。やってみるんじゃ。敵を送れるってことだね。あ、でもあれだね、チュートリアルとの条件が変わってんだ。フィーチャークリスタルを発動する。で、過去に送れることもできると。なるほどね。で、この剣が何なのかだよね、正体ね。聖剣にしてはちょっとっていう気はするけど、時間が何年か分進んだのかな。まあ、そこら辺までおいおいわかるでしょう。ちなみにスキルはなし。フィーチャークリスタルはまだ発動しない。CP 別なんで。ガード8。やっぱダメージ高いね。次クリスタル使ってみようか。あ、リザルト画面出た。そして増えた。君は誰だ？こんにちは、私の名前は。僕たちが生き残れるか教えてくれるか。戦い方は知ってるのか。まあ、ここら辺一緒だね。カットイン入るんだね。若くなると。あー、で過去に飛ぶからっていうことか。なんかめちゃくちゃ強くなるっていう感じだね。うん、ターンが遅くなってる感じかな。悪くないな。ところで僕はクリストファークリスベで、ここは一緒。あれ、カード忘れてた。で右はか、先か、先送りか。あー、じゃあ老いるんだね。こっちは変わりそう。これじゃあさ、手前か奥かで全然変わってくるね。すげえ。ダメージもちょっと上がるって感じだね。そう、レベル上がった。
経験値読んで右お金か。ここのリゾート画面の絵もいいね。覚えた。回復。回復せめてヒールとかさ。いいな、シンプルでな。回復はいいね。2匹倒した。僕はセントクラリティを去って以来、ずっとこういった奴らを追ってるんだ。彼らが町にたどり着く前に私たちが止めないと。これで具体的にはどうやるつもり？一歩も引くな。絶対に奴らを通したりはしない。見て、ボルケーノ。私たちの哀れなゴブリンたちを彼らが倒したわと。これ一緒だね。懐かしい会話です。で、スキル回復どんくらい回復すんの？一人か。まあとりあえず置いといて、これダメなんだろうな。効かないわ。観察に触れることすらできない。ってなると、まあ無敵って書いてあるしね。ガードむずいな、意外と。効かないわ。もっと強く攻撃してやる。待って、あの盾は金属でできてるわ。あなたの水のスキルを使ったら、私は彼女たちを未来に連れていくわ。あー、劣化させるんだ。すげえ。わかった。待って、未来？ちゅうことは、ここでパスするんだね。で、水。さあ、完璧と。で、これでフューチャークリスタル発動すると、あ、頭がいいな。なるほどね。こういうのまでやらないといけないんだ。何これ。私強くなったみたい。大きなミスを犯したわね。気をつけて。あいつら私たちの盾に何かしたわ。くだらないサビでしょ。だから何サビティ。魔法ガードできない感じか。だけど、錆びているけど、成長してんだよね、こいつらもね、なぜかね。まあ、切りましょう。ああ、でも通るね。十分十分。78。いいね。ちょっと待って、2回してくんの。なるほどね。先送りにするのもいいけど、その分リスクもあるよっていうことね。火をつけてやる。それは困る。あ、いいね。ガード楽しいな。ちなみに CP はなんか時間経過とかターン経過で回復してる？もしかして。私が彼らを殺すわ。バカでちっぽけな。逃げるわよ。いやいや、なんで。だけど私もういい。女帝がこのことを聞きやがるわ。行くわよ。意外と引き際は早かったね。さあ、レベル3。シンプルだけど頭使うの面白いね。クリスベル、あなたなの？あなたがやったのね。感謝してもしきれないわ。アントンさん、見えるでしょう。あなたが何をしでかしたのか見てください。私が何をしでかしたかって？君は私があの怪物たちをナリブに連れてきたと思ってるのかい？あなたが農場を手に入れるためのやり方だったってことは分かってるんですよ。あなたは産業化計画のためにこの土地が欲しいのでしょう。すべてあなたがやったことです。私がやることはすべてナリブの未来のためだ。君の娘の未来のため、私は誰かを危険にさらしてなどおらん。アントン町長、話題を変えてよろしければ、これは明らかに謎の集団によるものです。それとこの話だけど、話してクリスベル、その妙な剣はどこで手に入れたの？コンヒショラナはちょっと怪しいんだよね。これはプレゼントなんです。ウィルヘルムさんとマティアスからもらったもの。あなたと親しそうなそのよそ者たちは誰だ？彼らはナリブに何を求めているの？
そんなことありえる？彼らが食わさっていたわけ？あなたはその計画にかかっていた。ナナさん、違うんです。私たちはただ助けようとしただけなんです。もういい、衛兵たち。このこと後ろに隠れてる仲間を捕まえて。彼女たちを閉じ込めれば自白させられるわ。行かないと言います。あ、でもやっぱなんか狙ってて邪魔されたからっていうところだろうね。大聖堂に向かおう。ユルヘルムがそこで会おうって言ってたから。やったじゃないか。剣を振るうことができたな。振るえないってこともあるのか。よくやった。約束通り、君の友達は皆ここにいる。実はマザーステリオールはクリスベル、あなたなの？レディー、ありがとうございます。マザーステリオール、本当にごめんなさい。シークリスベル、あなたの変わった新しいお友達からいろいろ聞いたわ。これを全て理解したとは言えないけど、あなたは無事なのね。それが一番大事なことよ。安全だって、今のところはね。彼女はナリームを諦めないだろう。女帝は軍を拡大し続けている。あの怪物は何があろうと彼女を止めさせないと。女帝？時の女帝。今の私たちの力をはるかに上回る手強い敵だ。そして町のバカどもは自らを撃った人を避難するのに忙しいみたいだ。君が逃げたければ彼女から逃げればいい。僕は一人で行く。もういい、バカな真似やめろ。手に入る助けは、先々すべて必要になる。ということは私も行くことになりそうだ。ウィルヘルム、男ん子かと思ったけど女ん子だったんだよね。さあウィルヘルム、我ながらの賢者、パーティーに加わった。あれ、右上、あれ、トロフィーか。ちょいちょい気になったんだよね。そう。行く？私はここを離れないわ。孤児院が、私の家族が。あなたの姉妹たちに危険を及ばないわ。私が生きている間はね。お？大聖堂のステンドグラスに描かれた3つのレディーの顔が見える？あの絵は神のお告げを予言している。長年にわたって守られてきた伝説なのよ。ペリーは時間そのものを開く少女の話をされた。私たちの過去や未来を見ることができる少女よ。私はあなたがその少女だと信じているの、クリスベル。でも私は特別な人間じゃない。私は。あなたは特別よ。あなたが思う以上にね。大聖堂に行って他のマザースペリオールを見つけ出しなさい。彼女たちがあなたを助けてくれるわ。あ、他のマザースペリオールってそんないっぱいいるの？あなたが自分の母親を探し、自分の過去について知りたいと思っているのは知っているわ。もしかしたらこれがそれを知るチャンスになるかもしれない。あなたのおばあ様はよくクリスタス、クリスタリスの話をしていた。答えはそこにあるかもしれない。マティアスは、彼はどこへ行ってしまったの？あいつはつかみどころがないからな、カエルなだけに。大丈夫、すぐに姿を現すさ。カエルだけになの？よくわからんな。もうすぐ兵士がここへ来る、急ぐんだ。私、わかった。行くわ。だけど戻ってくるから約束する。それがいいわ。あのバラはまだ剪定が必要だからね。私がそのことを忘れてるだなんて思わないのよ。さあ行きなさい。慈悲深きレディ、クリスベルを見守っていてください。彼女が行く長い道のりで彼女を導き、守り、慰めてください。そして彼女が終わりを迎えた時、偉大なるレディ、彼女をあなたの腕で優しく抱いて家へ連れて帰ってきてください。気をつけてね、愛するクリスベル。クリステール、ここからが本編という感じか。
There's another cathedral in Saint Clarity. Perhaps we should try to go there next. セントクラリティにも大聖堂がある。次はそこに行くといいかもしれない。Just like this one. ここと同じようにマザースケリオールの一人がそこを管理しているんだ。そこにもステンドグラスの壁がある。もしかすると君の力と何か関係があるかもしれないな。セントクラリティ、いつかこの日が来ることを知っていた気がする。そこへ行くには私の家の東側の森を抜けるんだ。さあ行こう。さあこれで一応最初から3人仲間がいる状態って感じだったね。保存します。ちょ、何か積むかもしれんから、こうしよう。で、装備は特に変わらない。ああ、じゃああの武器は何かの装備ってわけじゃないんだ。いや、武器変わらない？もしかして。そうだね、武器変わらない感じだね。セータスこんな感じだね。意外と主人公が攻撃系かもね。ちなみに毒耐性、毒性、ディフェンス。ああ。なるほどね。スキルは一応あんな感じになってるんだ。フェストログはこの音クリスタルか。これはあれだね。ナリムの話ってことだね。なるほどね。よし、じゃあ、右側だね。この辺りから普通に戦闘も始まるのかな。あと単純にクリスベルが容姿が変わったのがすごい気になる。てかめっちゃ足細えな。今気づいた。めちゃくちゃ細えじゃん足。腕と足のバランスよ。あ、入れないか。やべえな、この足の細さはやべえな。さあ次へ。しばらくして、追っては負けたようじゃ。今夜はここにキャンプを張って休めば体力を回復できるじゃろう。素晴らしいチームワークじゃ。逃げる必要はなかったんだ。君たちが止めなかったら僕が全員を倒せた。その、クリスベルはどうしたんだい？疲れたの。それと変な感じがする。何も知らないのよ。家族のことも、自分の過去も、自分の力も、何も。そして友達をみんな置いてきてしまった。それに、クリストファーだったね。彼女の人生は一変してしまったからね。しばらくそっとしておいた方がいいかもしれない。クリスベル、君が故郷のみんなを助けたと思っていることはわかる。でもそのためには、君と私で君の力をもっと強くしていかなければいけないと。君みたいな子供が一体何を教えられるのさ。ウィルヘルムにはみんなを逃がしてくれる勇気があったのじゃ。感謝せねばな。賢者を見かけで判断するのは大間違いだということがいずれわかるぞ。しかし今は休息が必要じゃ。朝にはまた新たな問題が山積みになっておるからな。結構自信家だね、君はね。緊張してないって。どうせセントクラリティを出ていったの？こっちにしよっか。はい。僕は兄のエイダンの復讐をしたかったんだ。兄は女帝との戦いで命を失った。自分に誓ったんだ。他の誰かを兄さんのような目に合わせない。あちこちで手がかりを探し回ったんだ。その一つがナリムに通じていた。この近くでゴブリンが目撃された。これまでの経験から、そいつらが女帝の仲間だって分かったんだ。僕は自分で何度かしようと決めた。エイダンは僕の英雄だった。でもこのバカバカしい戦いに巻き込まれたんだ。時々思うんだけどね。反撃しても戦争を長引かせるだけで、まだ兄さんみたいな悲劇を生み出すことになるんじゃないかって。気の毒に勇敢な人だったんでしょうね。まあいろいろとあったってことですね。
この土はあれだな。なんか育てれるな。あーってことはそういうことか。育てて、最初の薬屋みたいに感じするのか。君に大事なことを教えなくてはいけない。なんでしょう、教授？教授、そんな風に呼ぶな。先生では？先生？それとも老祖でも、やめろ、ビルヘルムと呼べばいい。こんなことはできません。おかしいわ。魔法の先生を名前で呼ぶなんて、なんだか失礼な感じがするの。何か呼び方が必要なら、そうだな。マエストロと呼べばいい。タイムマジックを使うことに関しては、実際に名称と言っていいからな。マエストロですって？どうしても呼ばないといけないのなら、とにかくこれを持って行ってくれ。カバンに時の種子を入れました。種、前に巻いた種と同じようなもの。これはもっとずっと大事なものだ。時の賢者は何かがうまくいかなかった時にこれを使って前の状態に戻すことができるんだ。説明は少し難しいが、その時が来たらわかる。わかりました。言われる通りにします。マエストロ、それでいい。持っていてよかったと思う時が来る。間違いない。あそこの地面で試してみるといい。待て、忘れるところだった。お、2000円、ありがとう。マーブルなんだね、お金はね。マーブル？何かを買うときに必要だ。君に資金を預けておくよ。それから最後に。ああ、ジュースだ、ありがとう。マナポーション。このための間、くれぐれも慎重にしていてほしい。ただ、いざというときにはためらわずにそれを使うんだ。そうだね。これは一緒かな。私もあなたのような時の賢者になれるのかしら。私のようになれというのは大きすぎる望みだ。だが君には才能がある。私が君を導こう。怖いと思ったことはある？時の賢者にとって恐怖は敵だ。魔法と共に勇気も君に教えるよ。それからここの新しい友人たち、彼らもいつか役に立つことがあるかもしれない。まあ、なんかいろいろと複雑だよね。旅を記録したい。ここは上若く聞いて。おう。で、そろそろ休むか？まだ。ちょっと待ってね。剣をなぜか置いてある。え？さっきまでなかったよね。セーブするときに置いたってこと。緊張してない？どうして？僕たち魔法を組み合わせた大きな盾を探させただろう。これは運命なのかもしれないよ。母さんと時間をかけて魔法の勉強をしたことを今では本当に良かったと思って。ああ、そっか、魔法使いだもんね。君は親戚に教わったの？いいえ、私は孤児院にいたの。何もかもすごい速さで変わっていくまで。こう。なりみの人たちは大丈夫なのかしら。町の価値は人々にある。将軍でさえそれは分かっているはずだ。どれだけ時間がかかるか分からないが、きっと帰れる。彼らを助けるんだ。焦らないようにね。なるほど。じゃあ休みますか。そうする。おー、綺麗。クリスベル、大丈夫か？うなされていたぞ。あれは夢だったの？そんな見る夢ではなかったわけね。クリスベル、what do you want to do? もう、まあまあ、何もしなくていいかな。そっか、キャンプとかそういうのすると、話も入ってくるか。ちょっといろいろ考えるね、進めるときね。さあ、こっからさらに進めていくって感じだね。はい。ということで、今回はここまでにしたいと思います。
まあボス戦終わってやっとチュートリアルが終わったという感じかな。で実際ここからまあクリスベルの過去の話であったりとか、まあ他のマザーも探し行くって感じだよね。なんでまあ次回からまた頑張って進めていきたいなと思います。多分戦闘多くなるんじゃないかな、多分ね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではでは、また次回お会いしましょう。バイバイ。